テオティワカンの一世界遺産の一つであるテオティワカンとは、メキシコの首都メキシコシティ北東約50キロの地点にあり、紀元前2世紀から6世紀まで繁栄したテオティワカン文明の中心となった巨大な宗教都市遺跡。当時のアメリカ大陸では最大規模を誇り、メソアメリカの中心的都市として機能していた。テオティワカン人の宇宙観、宗教観を表す。 極めて計画的に設計された都市で太陽のピラミッド、月のピラミッドそして南北5キロにわたる道が起点となり各施設が配置されている。この都市で祀られた神々は農業、文化と関係不解決アルコアトルや水人トラロック、チャルチウィトリクエ、植物の再生と関係あるシッペトテックなどである。社会についてはあまり知られていないが規模から考えると 神権的な権威が存在し、高度に階層が分化し、発達した統治組織があったものと推測されている。市内には職人の地区が設けられ、盛んな商業と交易の中心地であり、農民たちの巡礼となって集まる信仰の中心地でもあった。テオティワカンとは、ナワトル語で神々の都市という意味で、これは12世紀頃にこの地にやってきて、 すでに廃墟となっていた都市を発見したメシカ人が命名した。アステカ人はテオティワ館を後々まで崇拝の対象とした。古代都市テオティワ館として1987年に世界遺産に登録されている。この地は、形成気候期にすでに集落があったが、紀元前50年にテスコ国湖の南方に立地したクイクイル湖がシトレ火山の噴火によって埋まり、 またポポカテペトル山も噴火した。このために人々がテオティワカンの地に移住し、テオティワカンは都市として急速に発展した。テオティワカンは西暦紀元前後から7世紀半ばまで都市として使用され、その時期は4期に分けられる。テオティワカンは国際的に大きな勢力を持っており、1 0 0 0トル離れたマヤ地域にも影響は及んだ。 378年には、テオティワ関係のシアフカックが、エルペルーとティカルに侵入し、ティカルの古い石碑を破壊して、新しい王朝を建てた。426年にコパンとその衛星都市のキリグアを建設したのもテオティワ関係の人間だったらしい。テオティワ関様式の芸術は、古典期マヤ文明に大きな影響を及ぼした。都市の面積は、約20平方キロメートルで、 最盛期には、10万から20万人が生活を営み、下水網も完備されていた。しかしながら、人口の集中に伴い7世紀に入ると急激に衰退し、やがて滅びを迎えた。衰退の主要な原因としては、火事の発生、漆喰の生産のために木材を大量に燃やして、森林破壊が起きた、干ばつによる農業の衰退。 およびそれらに伴う内乱の発生とメスキタルの資料最終民の侵入などが挙げられる。ありがとうございます。